ではトリックのベースとなるホーリー、ホーリーは飛ぶんだけど両足ジャンプじゃなくてこういう動きで、最初始めるときは体をちょっとピュッてやってピニュッて板をここでしならして、この反発を使ってピュッ、でそれが慣れてきたら後ろ足をしっかり踏んどいて板上げてビヨンって感じでやるのかな。でオーリーするときにしっかりしゃがんで、で板をあんま見ないこと、真下を見るんじゃなくて進行方向を見ながらやってあげるといいかなと思います。あとはちゃんと自分が飛ぶことで、飛んでも足が伸びんじゃなくて飛んだら引きつく、そんな感じがいいかなと思います。はい、これがオーリーでした。